ゆい駅は、静岡県静岡市清水区ゆいま宿にある、東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、CA12、運行形態の詳細は、東海道線を参照。もともとゆいは、東海道53時16番目の宿場町であり、現在の東海道本線にあたる、関節鉄道線の開業時から、駅設置の請願が出されていた。しかし実現の見込みがなかったため、 接中案として、隣の神原町で、神原駅設置の運動がちょうど起こっており、同駅を神原塾とゆい塾のあった間である、旧石、沢村の位置へ、神津静岡間の開業翌年である1890年に設置することにした。しかし、それでも唯一町では、同地で産出される海産物や果物を運び出すには、鉄道が不可欠と考え、1913年に、 再び駅設置の西岸省国有鉄道を当時管理していた鉄道員に提出2年半後にようやくそれが認められて駅が設置されることになった改札口ホーム単式ホーム2面2線と島式ホーム1面2線を有する地上駅北側から駅舎単式ホーム、島式ホーム、単式ホームの順に並んでいる島式ホームの2.3番線が本線 半式ホームの1.4番線が副本線となっており、一部の普通列車が1.4番線で、特急列車や貨物列車、ホームライナーを退避する。三つのホームは、古戦橋で連絡している。東海交通事業の職員が業務を担当する。業務委託駅で、藤川駅が当駅を管理している。駅舎内には JR 全線切符売り場や、自動改札機などが設置されている。 早朝、夜間は無人となる。毎年5月3日に東駅資金の遊漁港で開催される結桜エビ祭りに合わせて臨時列車が設定されている。東駅では折り返しが行えないため、東駅始発の列車は折り返しが行える富士駅や東田子の浦駅から東駅までは改装で運転されている。ただし、2014年の台風18号による復旧工事中は、 富士ゆい間での折り返し運転が行われ、ゆい駅が一時的に設定されていた。静岡県東経年間によると、2018年度の1日平均乗車人員は1502人で、ある利用客数一近年の推移は以下の通りである。札田峠方面から望むゆい駅周辺、国道1号の富士ゆいバイパス、ゆい漁港と、東名高速道路東海旅客鉄道 CA、 東海道本線快速通過普通かんば原駅、由井駅津駅注釈、編集出展、編集、ありがとうございます。